これはみんなが知ってる世界とはちょっと違う日本でのお話。みんなの世界とは違って、俺たちの世界にはおとぎ話の英雄たちが本当にいるんだ。俺は世の中のことはまだあんまり知らないけど、へんてこな奴らがいたり、不思議なことが起きたり、まあまあ退屈しない世の中さ。これはそんな世界での俺の最初の冒険のお話。とある嵐の夜にあいつと出会ったことが全ての始まりだったんだ。Bakeru に正しき行いをすることにおいて我が変化の許可を与えるぞ。変化開始。終わりだ。それそれやそれ。
において、タヌキ族のバケルに、正しき行いと、可愛い子ちゃんたちを守ることにおいて、我が変化の許可を与える。変化、解禁。正しき行いをすることにおいて、我が変化の許可を与える。変化解禁。
2, 3, 4. ありがとう。
殺。サイタロウ、マジかよ。なに、わっしょい。なおい、わっしょい。へへ、それ、チェック、やっ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 、
殺。ポンポコ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 。はあ。
邪気に競り勝ち。夏菜の名において邪気の汚れをなで洗い、五行の名において母のような深い愛を持って、運べらの名において蝿が這びこれ土地に、バブブブバブブブブバブブブバブブブブブブブ、鈴菜の名において平穏を呼ぶ鈴を鳴らし、 Bakeru-dono! Oh!
キツネ族の力を見せてあげるよ。Yeah!
ありがとう。バケル殿。バケル。よっしゃ。バケル。これで俺と俺の友達スンとの初めての冒険のお話はおしまい。まだまだ世の中には面白いことがたくさんありそうだけどさ、何しろ大冒険で疲れちまったからちょっとゆっくりさせてもらうぜ。また会えたらこの世界で会おうぜ。またな。終わり。